全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。品川駅直結の大きなビルの8階で出版社からインタビューを受けてきました。インタビューといっても街頭でマイクを向けられて数分で行うような簡単なものではありません。出版社のオフィスにお呼ばれして本格的なインタビューです。会議室に入るとまずカメラマンの方が挨拶してくれます。世間話をしながらピンマイクをジャケットの胸の位置にセットし、マイクテストやカメラテストを行います。そうこうしている間に今回インタビューをしてくれるインタビュアーの登場です。お互いに挨拶を交わし、インタビューの流れについて簡単に打ち合わせを行います。嫌が応にも緊張感が高まります。カメラが回り、ついに始まったインタビュー。1時間ほどの予定で撮影していたのですが、思いのほか盛り上がってしまい、収録に2時間もかかってしまいました。今回のインタビューではこんな話をしました。社労士として独立するきっかけ、どうしてうつ病による障害年金専門の社労士になったのか、開業当初はどんな感じだったのか、絶えずお客さんがやってくる秘訣、動画の活用事例。今回のインタビューは対談形式で行われ、冊子になります。また動画は YouTube などで公開されることでしょう。ただ今この動画を見ているあなたは、私のインタビュー記事や動画を見るのは難しいかもしれません。というのも、今回のインタビューは経営者向けの情報誌の企画として行われたもので、一般の人には公開されていないからです。限られた人しか見れない超貴重なコンテンツとなっているため、残念ながらあなたにはお届けできないのです。とはいえ、経営的な話が多いので、障害年金を受け取るためのコンテンツを知りたいということであれば特に必要ないものです。ただ他の障害年金専門の社労士さんにとってはかなり有益な情報になっているはずです。今回のインタビューを見た社労士さんが一人でも障害年金のサポートに取り組んでくれると嬉しいですね。障害年金のサポートを行う社労士さんはここ数年で急激に増えましたが、本当に障害年金だけを行う本物のプロというのはまだまだ少ないです。ほとんどの社労士さんは他の業務もやりながら障害年金もやりますよっていう方ばかりです。残念ながらそれでは不十分なのです。あの難しい障害年金の手続きは片手間でできるようなものではありません。働く時間すべてを障害年金に費やして、ようやくまともなサポートができるのです。なので本物のプロフェッショナルと呼べる障害年金社労士は決して多くはありません。もしあなたがうつ病で苦しんでいて障害年金を受け取りたいと思うのなら、障害年金以外の業務をしていないか社労士へ聞いてみてください。どの社労士に依頼するかで結果が変わる可能性があります。自分の一生を左右する障害年金、社労士選びは慎重にしてください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。